孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。ご飯放て親子カメハメハ。もう許さないぞお前たち。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。セル、お前はもう終わりだ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それがどうした。この世に存在しちゃいけないのはお前だ。この私のパワーが完全に負けている。諦めろ。これほどのパワーが奴に。終わりだ。
18号だ。18号を吐き出した。戻った。完全体じゃなくなった。つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。まずい。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。なんだと自爆。くっ、そうはさせるか。この俺に衝撃を与えれば、その瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。くそ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もうどうしようもない。あと10秒。ダやっぱどう考えてもこれしか、地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前まさか。バイバイ、みんな。ここまでよくやったな、ゴハン。すごかったぞ。お父さん、母さんにすまねえって言っといてくれ。ええ、悪い、かよ様、ここしかなかったんだ。くそ。消えた。孫悟空の木が。ご飯。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ご飯。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ご飯。この木は。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。
それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころかいろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様よくもトランクス。くそフン、何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟空。終わるのはお前だ。その程度では私を消すことなどできんぞ。さっき戦った時は強くなって、どうだ、生まれ変わった私のパワーは。いい攻撃だが大したパワーは残ってないようだな。いや、私が強くなりすぎたのか。そんなうわっ、お前たちを許しませんぞ。思った以上にセルのパワーがアップしている。
遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさい、お父さん、みんな。倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。本当にごめんなさい。ごはん、諦めなんてねえだろ。お父さん、おめえもセルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。今の僕は片方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ、ごはん。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。はい。さらばだ、孫悟飯。今だ！そんな！やりやがった、あいつ。ついにやったな、ごはん。すげえ、本当にすごかったぞ、ごはん。やったな。信じられねえよ、助かったんだ俺たちは。すぐにデンデのところに連れてってやるぞ。センズがなくてもあいつに触ってもらえばバッチリだ。よし、行こう。手を貸してやるぞ、ベジータ。余計なお世話だ、勝手に行け。貴様の助けなどいらん。そうか。完全にやられた、あいつら親子に。くそ、カカロットめ、あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。なんだったんだ、あいつらは。ミスターサータ、一体セルはどこに。え、さあ、セルは
私が倒しちゃったかな。え？ああ、あいつらがつまらん光の玉のトリックでダラダラやってたもんだから、イライラした私がいい加減にしろっつってビシッとセルをぶっ飛ばしてやったのだ。はあ、他の連中は？わ、私に礼を言って帰っていったよ。素晴らしい。では地球はセルの魔の手から救われたのですね。そういうことだ。お聞きになりましたか、世界の皆さん、地球は救われたのです。ミスターサタンのおかげでー。